こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。サムネイルはうどん鍋です。うどん鍋、白菜と豆腐だけのうどん鍋です。で、千切りキャベツです。足らなければ卵焼いて食べます。はい。あと、まあ豆腐も追加で食べるかもしれません。体重何キロなってるかですね。 56.3 から55.8 キロ、500グラム減ってますね。 55.8、 14.5、 体重 55.8、 体脂肪率 14.5%、 基礎代謝 1286、 内臓脂肪レベル5、筋肉量 45.2、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.5。 もう一度、体重 55.8、 体脂肪率 14.5。 千切りキャベツとレモンと柚子で、だしですね、うどんを食べるだしを、タレを作って、で、うどんと白菜と豆腐の鍋です。はい、今日はこれで終わらさせていただきます。